いよいよ最後でございます。早稲田大学受けたのが教育学部の英語と、はい、教育学部。では行きましょう。さあ、他がハロゼア、ハズキです。はい、あれ、もう中分けやめたんですか。はい、ちょっと受験終わるまで枠に美容院入れてなかったんですけど、はい、うん、あ、なるほどね、はい、終わったんで切ってきました。なるほど、じゃあ、いよいよ最後でございます。はい、合格発表最終ですので、はい、早稲田大学ですね、はい、受けたのが教育学部の英語英文と商学部です。はい、わ、はい、かりました。じゃあ、どっちからいきますか。教育から、教育からいきますか。はい、じゃあまあ感想は取ってあるので受けた後のね、あれって出すの、はい、ここに入れちゃえばいい。あ、相当難しかったからな。手応えとか喋っていいんですか。いいよ。教育はまずめっちゃ難かったですね、うん、英語、うん、英語ねレベル高かったよ、やったけど。同じぐらいですか去年と。いや、なんか問題も違うし大問題も違うから比べらんないよね。難しさが違うところだから、照らし合わせなくなったじゃん。そうですね、なんかだから照らし合わせ問題ないんだと思って、だその分楽だったけど、でもあのダーウィンの問題は相当辛いだろうなと思った、はい、高いし。大問3個あったじゃないですか、うん、で大問1と3が結構できたんですよ、うん、1が多分2ミスとかで、うん、3、1ミスとかで、うん、自己採点してて、うん、来たと思ったんですけど、うん、2がちょっとボロボロで、まあ、これ厳しいかなみたいな、うん、2は相当難しいと思うような、ダーウィンのやつは、うん、時間もちょっと足りなかった、そんな、うん、で1できただけでもすごいよ、よく伸びたと思う、はい、1ぐらいならなんとかそうですね、通用したんですけど、うんうん、あの問題ですら、いやほとんどの人お手上げだと思う。あ、そうです、でも英米科なんで多分、うん、うん、あ、そうね、まあ、全部それなりに取んないと。あ、そうだね、確かに国文科とか出してもよかったんですけど、もうでも英語やりたかったんで、うん、で、商科、商学部の英語って見ました。商学部まだ途中だね、来る途中は半分ぐらい取ったけど、なんかでもなんかすごい後ろがむずいの、まだ前半はそんなむずくないと思ってんだけど、はい、なんか何かって言われてるんですけど、なんかむずいむずいってきたけど、はい、なんか前半部分は別にだったけど、はい、自分もなんかやってる時全然感じなくて、うん、なんかでも去年ぐらいかなみたいな、うん、あんま英語得意じゃないんで、うん、得意じゃないかい今日自分は去年ぐらいかなと思って解いたんで、うんうん、あ、そうなの。国語がなんか活かしたって言われてる、うん、まあ、結構できたって自分的に思ったんですけど、うん、まあ、いいかしてるって言われてたんで、うん、まあ、そんなに差はついてないかなって、みんなの受験生の、うん、で、世界史なんですけど、うん、ちょっと論述難かったっすね。あ、論述ね、やっぱよく言ってるんですね、はい、で論述以外はまあ耐えかなみたいな感じなんで、うん、なるほどね。ということで、まあだからね、いろいろ意見は来たけど、まあ、はい、個人的には教育の方が難しく感じたんですよ、英語は。そうです、森田先生もそうだと思いますよ。いや、去年と比べても難しい。去年よりも、去年は最後の第4問ができた人とできなかった人で感想が全然違う。去年の第4問が全然むずくて解けなかったって人にとってはちょっと優しく感じたと思うし、去年の第4問がいやできたよこれっていう人にとっては難しく感じる。だから俺は去年の第4問は自分のやっぱ知ってるものとか優しく解けちゃったから、うん、去年よりは苦労した、うん、まあ、受験生によっては今年の、まあ、予備校によっても難かって書いてるところもあったしね。やっぱ早稲田の中だともう全然簡単な部類ではないじゃないです。だから長文で言えば、長文だけで見れば方より難しいし、結構上の方上になっちゃったんです、ね、障害値もしてそれまた怒られるんだけど、あ、でも人科があるから、あ、人科の方が簡単、人科の方が簡単。あ、そうなんだ、うん、だから人科ここ数年優しい。あ、そうなんだ、はい、短いけど難しいみたいな聞いた。そうそう、そうだったんだけど、むちゃくちゃな選択肢も消えたし、文系の内容も理系の内容もめちゃめちゃ難しいとこから持ってきてたのに、それもなくなったから、はい、前置詞も楽だったし、正語もまあ有名なのが多かったんで、やっぱ動画には出さないけど全部読んでるんですか。全部やったよもうえ、動画に出すんですか。武田塾チャンネルでは全部について触れるから、あ、はい、さあ、いきましょう。はい、いや結構入力がなんかウカロとかじゃないんで、今までと違いないといけない。はい、でこれでこれでもういくってこと出る、はい、じゃあで、まあ、ここスクショしといてください。さあ行きましょう。じゃあ教育学部の発表です。はい、はい、ダいややっぱそうか。まあね、英語がね、そうですね、はい、
いや、そうっすね。もうちょっと英語取りたかった。まあそうだね、英語で、まあ、やっぱ2で取れた人は受かるんですかね。うん、取れ、まあ差はつく問題だったと思うね。できる人はできるっちゃできるんですか。できるっちゃできちゃうんだよね。あ、むずいけど、まあじゃあ超得意ならみたいな、うん、そう、自分はあんまり英語あれだったの、最後までそんなに得意にならなかったの。ちょっと小、はい、小学もまた多分入力があるんで、怖い。いやでも本当に一個うがっといてよかったですね、先に。そうよね、ここで何も分かってないみたいになったら緊張でプレッシャーが、うんうん、はい、多分いけました。はい、はい、行きます。では行きましょう。ということでした。はい、小学部。いやー、小学部のがちょっと期待してたんですけど。いやー、まあ B 方式枠が少ないからね。倍率も。そう、倍率多いから。やっぱ相当って書いて取んないと無理だから。はい、早稲田難しかったか。うん、難しい。早稲田はそう簡単には、そう簡単には届かないからね。はい、うん。という感じでございました。これで終了でございますが。はい、じゃあ進路どうすんだってわけですよ。はい、進路ですね。もうだから、まあ立教青学それぞれ英米受かってるわけですから、はい、どちらに行くか、まあ、結構悩んだ悩んだんですけど、はい、まあ、家族とも相談して、はい、コメントもいっぱい来てましたからね。はい、コメントも結構割れてる。そう、割れるんだって思ってコメントも割れてたんで、はい、参考に見たんですけど割れてるからちょっと、うん、どうしよう。でいい点がね書かれてますね、それぞれのね。そうですね、そうなんだと思いながら、はい、じゃあどちらに進学するのか、はい、自分は青学院に、お、はい、進もうと思ってます、はい、ということです。はい、ということで青山学院大学に行くということです。はい、決め手は何だったんですか。その、まあ、立地は青学の方が、うん、でも家からは近いんですよね。なるほど、はい、でも学校の雰囲気は立教の方が好きだったんですよ、うん、あ、そうなんだ、はい、へー、まあ元々もう立教国際系、あ、そうだった、そうだそうだ、受験勉強が始めるとき、うんうん、立教が雰囲気が好きだったんですけど、うん、授業内容が青学の方が、まあ、やりたい英語系、うん、なんかそうだったね、そうやって書いてあったコメントにも、英語を勉強するとかっていうの、はい、英語系の青学で、まあ、ちょっと英語と、まあ、文学の立教みたいな、うんうんうん、青学の方がどっちかと英語、うん、な全部理系みたいな、なるほど、感じだったんで、最後内容で、うん、青学にしました。ということで、青山学院大学に行きますはい、青学に行きます。はい、ちょっと高田の馬場校遠いなじゃあ青学、英米で、何、もう1年次から渋谷ってこと。そうです、もうずっと1年から全部渋谷。いいね、慶応とは違って。慶応は日吉三田に分かれるのがね。文学部はあれなんですもんね、1年だけ。そう、1年だけ日吉で、その後見たんですけど、いやよかったです、はい、立教が、うん、なんかもう今日の12時とかまで、うん、締め切り。ああ、そうなんだ。で、早稲田11時半から発表なんですけど、怖っとんでもねえな。そういうのもあって、青学、確かにそれは安心だね。青学は明日なんで、うんうん、そうですね、もやもミスってなんか行けなかったとかちょっとあれだと思う。そうね、確かに。あれ、そうか、青学入学金はいくら。入学金ちょっと今調べていいですか、うん、入学金は出してもらえるんですか。出しますよ、もちろん、はい、いや今まで出してもらえるのかなって思ってたんですけど、うん、思ってたんかい思ってたんですけど、はい、でも何もやり取りなかったし。そう自分だってさ、合格不合格の前に言いたくないよ、そんなの、はい、自分もそうです、なんかもしかしたら何もな何も流されるんじゃないか、はいはい、何もなしかなって思って1月に3000万使ってかなり私の、ね、懐状況は至ってたとですけど高田馬場で返せます働いてちょっと待って20万、これですね、20万です。はい、ということで、じゃあ、はい、生配信しよう。生配信の時に今ね皆さんスパチャで助けてください20万自体は持ってきます。もうその20万入るドンってあげるんで、はい、そのままありがとうございます。はい、ということでしょ。あれ、サッカーもっと高かった気がするし。そうです、20何万だったよね、確かね。青学意外と安いんです。いつでも生配信しようか、明日。ちょっと3月7、うん、8、9でちょっと卒業旅行行っちゃうんで、うん、いや全然いいよ、それは、はい、そこはちょっと行けないんですよ。行けばいいよ。
夜とかの方が、うん、都合はそうですね。11かな、遅くならないと思うんで、まあ一応じゃあ11日の予定で、はい、わかりました。またちょっと来年配信で、はい、まあ、その僕授業あるんで、もしかしたら18時間に合わないかもしれないけど、まあ、まあ一応18時でやっとくけど、はい、まあ間に合わなかったら、さっそく、20じゃ大したことない、でも田橋さん30の時経ったもんな。あ、田橋さん、はい。よし、ということでした。はい、最終回でございました。終わりましたんで、はい。はい、ちょっと応援してくれた方、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。こちらでおしまいです。まあ、わからない。これから英語、ね、やるかもしれないから。はい、はい、まあ、大学4年卒業までに、うん、結構英語マスターが目標です。おぉ。やっぱ勉強も、なんですか、やらないと。まあ、英検準1級まで受かってないしね。はい。落ちてるし。そうですね。まあ、はい、TOEIC かも。ということで、はい。じゃあ、青学に俺も。行くことは出るかもしれないですからね、イベントに呼ばれてみたいなね、はい、わかんないですけど今って、はい、あるかもしれない、はい、早慶はダメでした。はい、やっぱ早慶の壁は厚かったということで、はい、でもあんだけ全然できない状況からよくマーチまで届いたと思うわ。最初のあれ出してみたいですね、模試の、そう、模試のね、偏差値、あー、はいはい、45ぐらい、なるほど。はい、進学校ではない。あ、そうそうそう、進学校じゃないし、全然進学校じゃないわ、はい、進学校ではないです。でした、はい、ありがとうございました。ごちんごちん、おめでとうございました。いや、なんかでも、そっか、忘れてダメだったのにおめでとうございましたっていうのも そうそう、はい。